昭和という時代の中にね、いろんなことがありましたね。もう戦争があり、そして敗戦があり、もう貧困があり、繁栄があり、今ちょっとその頂点に立って、なんとなく衰退の兆しを見せているのではないかと私なんか勘ぐってしまうんですけど、こういう私は本当に焼け跡を知ってるんですけど、そういう私から見るとこうメルヘンのように美しい感じでセットの中に焼け跡が組まれたわけですけど、私はその横浜におりましてね、5月29日横浜一斉空襲の時に、戦争ってなんて美しいものだとその時になぜ思ったかと思ったんですよね。で、申しますのは朝早く警戒警報空襲警報と立て続けになりまして、私はまだ学生で、真っ青だった空がね、 B29 の銀の翼でなんか飛び魚がうわーっと一斉にね横浜の空を覆ったようで、なんて美しいものだと私思った経験があるんですけど、そして兵隊さんにそこの子供母国語に入れと言われて、私はなんとなく今日何かが起こると思って、死ぬのだとしたらば、あんな暗がりの防空壕の中で死ぬのは嫌だ、どうせなら空の見える大変晴れてた日なんです、で綺麗なところで死にたいと思って公園の松の木に登ったんですね。兵隊さん大人たちに叱られながら、そうしましたらそこの横浜防空壕に入った子供はみんな死んでしまったんです。仮ごしらえでしたから、急ごしらえで爆風と土砂なんですか、崩れましてね、死んで、私は松の木の上で私の家が直撃弾で燃えていくのを見ていたんですけど、そのために大人の言うことを聞かないで助かったので、私は今日で子供をやめた、これから大人の言うことは聞かないと思ったんですけれども、例えば亮ちゃんはこういう焼け跡のあの日どんな思い出があります？東京が瓦礫と化した、このね、瓦礫と化した東京というのは僕はその頃はいなかったんですよ。いないんだ、兵隊さんに兵隊に行ってね、ニューギニアにいたんですよね、だからその瓦礫そのものは知らなかったんですけどね、戦後復員してきて、これは21年6月なんだけども、その復員して直後に約2ヶ月ぐらいね病気をして、で病気したその治りかけの時に東宝から阿部豊さんのね破壊っていう写真に出ろというんで、それありがたいと思ってね、で出たんですよね。で出て、ロケーション先が長野ですからね、だからで私がいたのは、親父の疎開先の茨城県だったの、だもんだから茨城県から長野県へ直行して、そこで撮影終わってで帰ってきて、それからあとは今度は東京へ出てきたんだけども、もうそうですね、瓦礫っていうものは、割と収まってた。じゃあなんだかいい場所にいたわけだから、私なんかさつまいものつるっと葉っぱぐらいしか食べたことないけど、りょうちゃんなんか白米なんて食べてたわけ、その頃。冗談じゃない。そうじゃないの、ごめんなさい、ひがんじゃった。そうですか、失礼しました。ニューギニアでもってね、ニューギニアはね、そりゃそうですね、食事がなくてね、食事って食料がなくてね、初めはねカエルだのトカゲだの食べてたんだけども、これも食い尽くしちゃって、その辺に生えてる雑草を食べてたの。同じようなもんでしたよね、内地でも。劉先生は瓦礫の山を東京の焼け野原、東京といいますか、とか日本の焼け跡をご存じでいらっしゃいますか？僕はほとんどでは見てないんですけど、さっきね岸さんが言われた B29、あれで横浜がねこうやられるところ、あれは B がね富士山見かけてくるらしくて、それから大船観音ってこっち横浜へ行くらしいんですがね、もうあれは日暮れなくて夜だったんですがね、もう素晴らしく綺麗だったのはやっぱ綺麗でしたね。あ、先生もそう思いになりました。綺麗、美しかったんです。昼間 B29 を見たのは、僕たちが銚子の飛行場でね
乙女のいる基地っていう映画を撮ってたんです。そうすると、あの調子のあそこからずっと上がってくるの。僕たち飛行場にいたんですけどね、あんな小さな飛行場は狙わないんです。ずーっと向こうをこう撮っていくの。またこれが綺麗でね、こう寝ながら見てると、うん、普通に綺麗だったのを覚えてますね。それではあれでしょうか、あの運命の日、8月15日、うん、8月15日にはどこにいらしてどんなことをお思いになりましたでしょうか。僕は8月15日もね、やっぱそこの近江八幡っていうところへ、はい、滋賀県の琵琶湖の、はい、あそこへ河村礼吉さんとね、サボリ新さんが疎開していた。それで近江八幡に、ね、陸軍病院がある。そこの慰問を頼まれたから、京都にね、僕と三井浩二さんと牧房子さんいたもんですから、で5人でね、劇をやるっていうことになってね。そして劇を宿屋の、近江八幡の宿屋の2階で稽古してた。ところが天皇陛下のお言葉が、それじゃあここのはあんまり、その子テレビじゃなくてラジオですけど、ラジオが良くないから前の床屋のラジオがいいから、それで5人で床屋に行ってラジオを聞いたわけです。ところが陛下のお言葉で、もう牧さんはそこでわーって泣き出しますしね。で病院からはね、もう慰問なんかいらんとしてお断りのことが来ましてね。でもうそれ中止にして、牧さんと三井さんと僕だけ京都の方へ、晴天の真っ青な空はもう実に虚しくてね、ずっと歩いたのを覚えてます。ケベさんはいかがですか、やっぱりニューギニアですか、中世の時は。そうそう、ニューギニアのね、ニューギニアなんですけどね、ニューギニアの本島じゃなくて、それなんて言ったらいいかな、赤道に近いところにね、ハルマヘラって島があるの、うん、この孤島なんだけども、ここにいて、これはね、小さな島でもってジャングルなんですよね、うん、そのジャングルの中に2年半いたんだけども、で直接は聞かなかったんだけど、私の上司のこの、部隊長から高校であると言うんでね、それはその時はね、なんて言ったらいいのかな、何の考えもないんだな、頭が白っぽくなっちゃってね、ただそれだけで、それが済んだあとはね、今度はあら俺は生きてたんだってんでね、それはもうリュウさんの話じゃないけども、空を見たらね、うん、ここは暑いとこでしょ、でも太陽がねものすごくもうキュッキュッしてんだけども、それは普段気がつかなかった、それを見たらね、なんて太陽って眩しいんだろうと思う、うん、それと僕が100人ばかりの独立中隊の隊長やってたもんですからね、あこの兵隊さんたちも殺さないで済んだなっていう、そういう思いがとても強かったですね。やっぱり8月15日を何歳で迎えた、どういう状況で迎えたってことはとっても大きいと思うんだけど、そのがれきの日本がね、何にもなかった日本が、うん、今世界を震撼せしめるね、そうそう、工業国といいますか、そのテクノロジーももう先端を切る大お金持ち国になってしまったんだけど、そういう日本のバイタリティっていうのを、あの瓦礫の中で映画を撮ってきた人たちがいるのね、それでね、うん、もう本当にその焼け跡の中に走ってる電車とか、私が感動したのは、あの家がもう本当に掘ったて小屋のね、あのトタン屋根で作った家が嵐で壊れて川の中に流れて、その穴になんか棒、こういう棒ですよね、それを突っ込んで船にして漕ぐというね、うん、本当に笑いと涙の映画、東京五人男というんですけれども、これをこれからね、皆様にご紹介したいと思うんですけど、あの日本のあの年、あの負けた年にこんな素晴らしい映画ができたというところで、佐藤さんにバトン。